ムカバキ山は九州南部に広がる九州山地の東部にそびえる山である。宮崎県延岡市に位置する。西側にある標高829.9メートルの尾岳と東側にある標高809メートルの目岳からなり、頂上付近は断崖となっている。東部にムカバキ川が流れ、日本の滝百選に選定されたムカバキの滝がある。近くの比エ山などと並んで、 ロッククライミングのゲレンデにもなっている。1400万年前、ムカバキ山の北方に位置する大崩れ山の原型となったカルデラが大噴火を起こした。カルデラ外縁部の四万塗層群と呼ばれる地層にマグマが貫入し、冷えて花崗岩からなる環状岩脈となり、侵食から取り残されてできた山の一つがムカバキ山である。ムカバキ山は環状岩脈の南端部にあたる。 麓には宮崎県管理のロッジがあり、宮崎県内の小学校の林間学校の登山コースでよく使われるコースである。所要時間は2時間程度である。ただし、2つ目の橋を渡り切った後から、途中の祠前までと、8号目から山頂までが、勾配がきついため、長距離登山のトレーニングとしても活用されている。 修行において、下半身に着用されたムカバキに似ていることから、ムカバキ山と名付けられた。南側山麓には718年に創建されたと言われるムカバキ神社がある。古くから新言宗修験道の霊山とされており、ムカバキの滝は修行に利用されていた。松本達郎ほか、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年、石川常太郎、 延岡おか国書館公開、1981年ありがとうございます。